オタカル二世オタカル二世は、プシセミスル朝のボヘミア王、オーストリア公、バーツラフ一世と、ドイツ王、フィリップの娘国軍での次男。ボヘミア王と、ポーランド王も兼ねた、バーツラフ二世の父。大空位時代に、ドイツ王に選ばれたカスティーリア王アルフォンソ十世は、母方の重邸にあたる。ドイツ五名オータカー、ハンガリー五名オータカーから、オットカール二世とも呼ばれる。 オーストリアを統治するバーベンベルク家の断絶後、オタカルは彼らの統治下にあったオーストリア、シュタイアーマルクを獲得する。東方においては、ドイツ騎士団の征服事業を支援し、東プロイセンに勢力を拡大した。1273年に新生ローマ皇帝に選出されたハプスブルク家のルドルフ一世と対立し、1278年にマルヒフェルトの戦いで、 ルドルフ一世に敗れ、落命した。オタカルは、オーストリアの重要な支配者の一人として挙げられるが、彼の死後に書かれた年代記には、偉大さと共に傲慢な人格も記される。それらの年代記は、19世紀の劇作家、フランツ・グリルパルツァーのオタカル像にも影響を与えた。1247年末、オタカルは、下級の貴族に擁立され、 父バーツラフ一世に対して反乱を起こす。反乱の背景にはバーツラフに不満を抱く貴族の思惑、神聖ローマ皇帝とローマ教皇の対立の影響が存在していたと考えられている。オタカルは一度はバーツラフを前線に放築するが、1249年に首都プラハに帰還したバーツラフによって反乱軍は打ち破られる。 バーツラフによって捕らえられたオタカルは監禁されるが、まもなくオバーネシカの仲裁によって、親子は和解し、オタカルは釈放される。他方オーストリアでは、1246年に、バーベンベルクや出身のオーストリア公、フリードリヒ2世が戦死した後、バーベンベルク家の男子継承者が断絶していた。バーベンベルク家の二人の皇女マルガレーテと、ゲルトルートにも、 公くらいの継承権が認められており、多くの行為請求者が二人に求婚した。1246年に、オタカルの兄ブラディスラフは、ゲルトルートと結婚するが、翌1247年にブラディスラフは没する。領内の安定を求めるオーストリアの貴族は、ブラディスラフの弟であるオタカルをオーストリアに招き、1252年2月に、 オタカルは20歳以上年上のマルガレーテと結婚する。ゲルトルートはハンガリー王族であるルテニア公、ローマン・ホン・ハリチと再婚し、オタカルはゲルトルートを通してオーストリアに干渉するハンガリーと交戦した。1254年に教皇インノケンテウス4世への仲裁によってオーフェンの和訳でボヘミア、ハンガリーは和訳を結び、ボヘミアはトラウンガウト、 ピテンハンガリーは、シュタイヤーマルクを獲得した。戦後オタカルは領内に、乱と平和霊を発して、領内の安定を図るが、次第に貴族に干渉し、教会、都市を優遇するようになっていく。13世紀末のチェコでは、君主が自由に課税できる、特別書料と、両方集会の同意を経た上で課税できる、一般書料の区別がされ、 特別書領に含まれる都市は重要な収入源となる。歴史研究家のフィアラはオタカルの知性に建設されたと思われる28の都市を列挙し、他のプシセミスル家の君主の時代よりも都市の建設が盛んに行われたことを指摘している。ウィーンを両方市教区に昇格させるバーベンベルク時代から続けられていた運動に、オタカルも一時期は借り立てられたが、やがて昇格を断念する。 また、オタカルは1250年代にドイツ騎士団によるザーレラント進出を支援する。1255年に騎士団はプロイセン人がトゥアングステと呼んでいた土地に城塞を建て、騎士団はオタカルに敬意を表して王の要塞を意味するケ意ニヒスベルクと城塞に命名した。ドイツから希望者を募ってチェコ国内の開拓に従事させる東方植民は、 オタカルの時代に一つのピークを迎えるが、チェコの住民はドイツ人の入植に反感を抱いていた。植民事業による工作地の拡大、鉱山の開発によって増した国力を背景として、オタカルはドイツのライン川ウガン地域における国王代理に任命される。1259年、オタカルはザルツブルク大主教の地位をめぐる争いに介入し、ハンガリーの支援を受けていた。 絶シキョウルリヒを破る。ザルツブルクでの紛争の最中にシュタイアーマルクの貴族は、ハンガリーの支配から逃れるために、オタカルを頼り、彼らの要請に応えたオタカルは軍隊を派遣して、シュタイアーマルクの放棄を援護する。1260年のクレッセンブルンの戦いで、オタカルはハンガリー軍に勝利し、翌1261年のウィーンの和議で、 シュタイヤー・マルクはオタカルの支配下に入る。1253年から1271年までのオタカル2世の領土大空一代を迎えた新生ローマ帝国においてオタカルはドイツ王の選挙に積極的に関与し中心的な役割を果たした。まもなく7選定校によってドイツ王が選出される体制が確立されるが選定校の中にボヘミア王が含まれていたのは オタカルの活躍に期する点が大きいと考えられている。1262年には皇帝候補の一人コーンウォール派クリチャードにバーベンベルク家の所領を受封するが、これは当時の法官令から外れた行為だった。オタカルは解任が期待できないマルガレーテとの結婚を解消し、ハンガリーの王女、国軍でと再婚した。オーストリアの貴族は自故の権利の強化を求め、また、 ボヘミア人やモラビア人がオーストリア、特にシュタイヤーマルクの養殖を占めている状況に不満を抱いていた。1265年にオタカルはオーストリアの混乱期に無許可で建てられた城壁を破壊する。オタカルはオーストリアの貴族がズデーテン地方の貴族と同盟しているとみなして彼らに攻撃を加え、1268年に 多数のシュタイヤーマルクの貴族を逮捕した。1272年にオタカルはフリウリ総督に就任し、ボヘミア王国はズデーテンからアドリア海に広がる支配権を有するようになる。1273年にフランクフルトでドイツ王選挙が開かれるが、会議の場にオタカルの姿はなかった。野心的なオタカルを忌避する他の諸公は、 ハプスブルク家のルドルフ一世をドイツ王に選ぶが、オタカルはルドルフの選出に強く反対し、ルドルフ一世を貧乏白と小馬鹿にした。ルドルフ一世は、オタカルの領土拡大を不法なものだと非難し、ライン九中白ルート比ヒは、オタカルに世襲地であるボヘミア、モラビアの受領、オーストリア、シュタヤーマルク、ケルンテンの帝国への返還を求める訴えを起こした。 ニュルンベルクでの帝国裁判への出廷の拒否、労働の受付の申請を怠ったことを理由として、1274年11月に、オタカルは帝国追放処分を下される。さらに1276年6月には10、追放処分が下され、これまでオタカルを支持していた、オーストリアの貴族も、ルドルフの側に傾き始める。また、教皇庁の態度、タクハ修道による宣伝は、 民衆の感情を反オタカルの側に揺り動かしたが、オタカルは反対派の行動に厳罰を持って対抗する。ドイツ国王軍と同盟軍がオーストリアに進軍すると、オーストリアの貴族と都市の大部分は降伏し、オタカルは不戦降伏を決意する。オタカルはルドルフ一世にオーストリアとエーガーの放棄を約束し、ボヘミアとモラビアの受風を承認した。 しかし、依然多くの支持者を要するオタカルは、領地の引き渡しを拒否し、ニーダーバイエルンのハインリヒラの貴族、一部のウィン市民は、ルドルフ一世に反抗した。また、オタカルの降伏とともに、プシセミスル家とハプスブルク家の婚姻が計画されていたが、帝国追放令が解除された後に、婚姻の計画は、オタカルによって破棄される。オタカルとルドルフは、 双方とも軍隊を招集し、オタカルの元には、ボヘミア、モラビアだけでなくブランデンブルク、シレジア、チューリンゲンポーランドからの軍勢も加わった。1278年8月26日に、オーストリア東部で、ボヘミア軍とドイツ軍が交戦するが、ルドルフ一世の配置した副兵によって、ボヘミア軍は敗北する。敗走中、オタカルはかつて処刑したマーレンベルク家の老と、 思われる人間に捕らえられ、撲殺された。戦後、オタカルの娘アネシュカトルドルフ一世に残るドルフ、息子バーツラフトルドルフ一世の娘グルタの結婚が取り決められた。1252年、オーストリア公、レオポルト六世の娘マルガレーテと結婚したが、1261年に離婚した。マルガレーテとの間に子はなかった。同年、スラボニア公ロスチスラフの娘で、 ハンガリー王ベーラ4世の孫娘にあたるクンフタ、ウヘルスカート、再婚、三3人の子を設けた、クンフタ・アネシュカ・アグネスとも呼ばれる。ハプスブルク家のオーストリア対抗ルドルフ2世に嫁ぎ、ヨーハン・パリチーダを生む、バーツラフ、ありがとうございます。